国際ロマンス詐欺などの詐欺被害を相次いで防いだとして、警察は駿河銀行の従業員を特殊詐欺被害防止マイスターに認定しました。静岡南警察署の大村彦明署長から優良店に認定されたのは、駿河銀行静岡東支店で、従業員の村田好美さんはマイスターに認定されました。県警が先月から始めたこの制度では、過去2年間で3回以上詐欺被害を防いだ店舗に優良店の認定を、過去1年間で2回以上被害を防いだ個人にマイスターの認定とバッジが交付されます。マイスターに認定された村田さんは、営業担当ながら窓口のやり取りに違和感を抱き、オレオレ詐欺1件と国際ロマンス詐欺1件を見抜き、合わせて350万円の被害を防ぎました。